こけ。なんで病院にいるんだ。首の骨折れたのか。天才のランボさんは風邪なんてひかないんだもんね。ランボさん天才。褒めていいぞ、褒めていいぞ。お、お、ゴー。くそ、たげません。出番ですね。死ぬ気で暗殺。ちょっといい？話があるの。そうなの。リボーンの私に対する態度はどう思う？ここまで。ハヒ、ツナさん、春に会いに来てくれたんですね。ハヒ、ゴー。やってやるぜ、ほらよ。始めるぜ。行くぜ。楽しませて。相手になるぜ。死ぬ気で暗殺。ハヒもう一人いる。あれ、
ゴやってやるぜフルコースよ。はい楽しませてね。死ぬ気で暗殺うわあれ今視線が俺はさっきからいたぞ。気づかなかったおめえが悪い。おい、ドライブに行きてえぞ。連れてってくれ。そうだ、自転車のカゴに乗せて街をちょっと流してくれねえか。ストレスが風に流されて消えていったぞ。お礼にご褒美をやるぞ。行ってきまーす。ランボさんも行く。イピも連れてってよ。もうすぐ芝居の練習にファミリーが集合する時間だぞ。うん、だからジュースとケーキでも用意しようと思って今から買いに行くんだ。いい心がけじゃねえか。じゃあ俺はモンブランな。ランボさんレアチーズだもんね。いちごショート。適当に見繕って買ってくるよ。暗殺者に気をつけろよ。ケーキ買うだけだぞ。あんまり時間もないし急がなきゃ。
ルピン、忘れ物って財布ならちゃんと持ってるけど。なんだよ、おい。どうしたんだよ、イーピン。やるぜ、行くぜ。ほらよ、許しませんから。はぁ、ラメ伸びちゃいます。あぁ、やめてくれ。忍者ごっこなら手加減してくれよ。もしかして、イーピンじゃないの？ヒー！本当に殺されるかと思ったよ。ジャパニーズ忍者の変装もだんだん手が込んできてるよな。ケーキ買って家に帰らなきゃ。ごめん、ちょっと用があって。悪いけど先に家へ行っててもらえないかな。え、どうして分かったの？何？まさかコグデラ君？はい。当てやがれ。こいつで終わりだ。あ、やめてくれ。卑怯だぞ、ジャパニーズ忍者。ダメだ。とか殺されずに逃げてきたけど、もう誰も信じられないよ。ケーキを諦めて家へ帰ろう。京子ちゃん、悪いけど俺今日は練習できそうにないや。京子ちゃん、ちょっと待って。京子ちゃん、そんな、京子ちゃんまで。楽しませてね。行くぞ、行くぜ。たげません。
ああ、降りたか。お前に頼みがある。悪いが少し付き合え。説明は後だ。とにかく俺についてこい。だからあれだ、まずお前にあそこに行ってもらって、その後であれをやって。えい、まどろっこしい。俺についてくればわかる。行くぞ。なーに、すぐにわかる。おい、こっちだ、こっちだ。貴様の対戦相手だ。そうだ、これから貴様には100人スパーリングを行ってもらう。俺はすでに決まったこと。次期ボクシング部の師匠である貴様に選択の余地はないのだ。なぜならば、現師匠であるこの俺も貴様と同じ道を通ってきたのだからな。当然だ。100人スパーリングは我がボクシング部の伝統行事。いわば師匠になるための試練なのだ。思えば最初に100人スパーリングが行われたのはいつだったか。そうだ、つい10ヶ月前だったな。よくわかったな。その通りだ。そして100人スパーリングを唯一乗り越えたのもこの俺のみ。とにかく急いで支度を始めろ。俺は最初の対戦相手を決めてくる。おい、最初の相手はこの俺だ、小僧。貴様は知らん。だがどこかで見た顔だ。思い出せるがな。俺が連れてきたわけではない。奴は飛び入り作家だ。そうだ、忙しいのにわざわざ参加してやったんだ。てめえをぶっ殺すためにな。ひるむな、沢田。奴とて見た目は恐ろしいが、いや、かなり恐ろしいが。まあ気にするな。所詮人間同士、気合を入れてかかればかなわることなどない。おい、殺される準備はできたか、小僧。受け、そうだ。俺は俺が拾ってやる。跡形も残さず細切れにしてやるぜ。そうだ、貴様どこへ消えた。おい、逃げやがったか。だがそれが正解だ。拾った命をせいぜい大事にしろよ、小僧。
おい貴様、そこのお前だ。なぜ貴様が俺に謝る。俺に隠れてよからぬことでもしたのか。あれ貴様、沢田の居所を知っているのか。どこだ、沢田は今どこにいる。ええい沢田め、これからが本番だというのに。100人スパーリングは余興に過ぎ、本番は1000人スパーリングなのだ。とにかく沢田を見かけたらすぐ俺に知らせろ。えい、どこだ沢田。なんだか急に眠くなってきちまった。悪いけどうちまで頼むぞ。